そうそう、これめちゃくちゃ楽じゃない？楽です。ただすげえ硬い人無理。わかります。すげえ硬い人だとやっぱり全部立っちゃう、またやっぱり。これだって7番だもん。止まんなければ止めればいいし、止まんなければ止めればいいし。これ止めちゃっても全然いい。なんか俺生え方的にさ、すげえもう止まんないっていうか、こうワックスでも全然ダメな人いるじゃん、そしたらもう全然止めた方が安全。そこだね。ここの今取った位置は絶対取った方がいいです。ここの右の後ろ通んないと、うん、全然ダメだよね、そこ通んないと。 だけど結構美容師ってここで終わっちゃうんだよね、でもここのほんと指1本分ぐらいってすげえ大事で、伸ばすっつってもさ、すげえ伸ばしてるわけじゃないから、いるよ結構。絶対伸ばさない方がいいね、伸ばしたいって言ってくるから。絶対いる、たくさんいるんですよ。もう男って技術勝負なんで、何回も言うけど、いくら愛想良くても生きられるのは30代後半までなんで、マジで。30代後半でも20年生きられるなって思わない方がいいよ。特にパーマの毛先とかはあのウェットされてないと多分話になるんで、うん、乾いてる状態、あと刈り上げも、切りづらいですね。でも乾いてパサパサになったらさ、全然切れないじゃん。基本的にはあのベースカットの時はしっかり濡らした方がいいです。
で、いちいちシャンプー台に行く必要はないんで、別にそのままシュシュってやって終わりだったら全然いいわけで、ただスタイリング剤ついてるとかさ、どうにもなんないとかっていう人はもちろんやった方がいいよ、ちゃんと。あと癖毛ですげえさ、水弾いちゃうとかいう人だったら最初に流した方がよっぽど簡単で。だいたい自分のカードタイムってなんとなく分かってる？結構してる。どのくらいかかってる今？どのくらいかかってる？今ですか？うん、なんかね、なんだかんだで多分10分ぐらい。10分だったら十分早いじゃないですかね。あ、全体です。全部。全体だったら12、30分かかる。うん。やっぱり最初20分で終わるように考えて、最終的には15分。これ榊原さんで大体15分ぐらいかな。まあ、ハマると20分かっちゃう。たまにハマるんだよね。わかる？この感じ。たまにハマるんだよね。あ、今日ボケない領域に入ったなっていう。わかる？あ、今日ボケない領域入っちゃったよっていう感じだと20分かかっちゃう。でもやっぱり15分で絶対に終わりたいです。で、簡単な人だったら10分で終わりにしたいですね。10分ちょいで、12、3分で終わりにしたいです。切れてねえな。
あれうちのマニュアルのセイム、レイヤーカットってやってんだっけ。うちのマニュアル何もやってないんだっけ。レイヤーカットですね、うん、セムレイヤーはやりました。うちのはい、なんだっけ、セムレイヤーでいいんだっけ名前、ショートレイヤー。お前も間違ってる。ショートレイヤーやった、やったんだよね、全部同じ長さ。そう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 、あれはやったんだ。やりました。とりあえず全部行ってみてください。大体俺が見てるのって基本動作とかしか見てないんで、スタイルってだってセンスじゃん、仕上がりって。センスってさ、すげえ難しくてさ、だって自分で鍛えるしかねえじゃん、センスってさ。だってさ、すげえさ、まずいのが美味しいっていう人がさ、料理人になれないじゃん。でしょ。もう並外れた、桁外れたこってり感と桁外れたしょっぱい感が好きな人がさ、美味しいラーメン作れないじゃん。だってさ、塩ラーメンなんてお湯飲んでるみたいな感じでしか思えないわけでしょ。だからセンスはもう自分で磨くんですけど、基本動作とかそういったのは直さないといけないんで、今どっち取ってる？量感質感？まあまあ、こっちはそんな、まあ、根元あんま攻めすぎないぐらい。根元を攻めすぎないぐらいでどっちを取ってる？毛先を取ってる。どちらかというと毛先です。毛先を取ってる。
今さ、加藤はさ、結構もう毛先軽いじゃん。もともとさ、毛先、まあ、ベース、ごめんね、ベースカットの時に毛先があんま切れてねってのもあるんだけど、こうラインがあんまもともとないじゃん、もう毛先のラインが。で、その場合じゃなくて、結構その、例えばさ、すげえ長いところがポンって来て、ラインがこうピーってこう、ピーって出ちゃう子とかいるじゃない。すげえ長い。そういう時も同じ毛先の切り方をしてる。あの、このセニングの入れ方をしてる、毛先。いや、その時はもう2つ取って、うん、いや、違う、毛先取る時は今みたいにこうやってみた。毛先を取る時もすぐ毛先がこう揃っちゃってる人でも今のやり方で取ってる。こうやってこうぼかしていく感じ。なるほど。それは誰かに教わってる。自分で、うん、今のスタイルとかだと、うんうん、こうライン逆に残ってあれした方が好きな人とかもいるんで。何が、うん、マッシュスタイルとかだと、うん、この横のラインとかも、うんうんうん、ラインが残っちゃってるみたいな、残っちゃってるとかあえて残すみたいな、うん、とかもあるんで、そういう人はそんなに毛先はつかない、うん、なんか変なことを聞くけど、なんかこうカッコつけて切ってるとかそういう意味じゃないんだよね。なんかこういう風に切ったらかっこいいとかっていうのがある。そういうわけじゃない。そういうわけじゃない。なかなか。終了、はい、早いですよ、19分だ。もう毛先だけでぶつけてるし、取りたくない理由。元からって、うん、ああ、それはもうあるですね、うん、言っちゃった今のは。確かに保証家は、うん、トップとか怖いんで、うん、確かに元突っ込んでボリューム出すって方法もあるけどね。あるけど、あんまりこう薄い人にやんなくてじゃないですかね。いくつか基本動作で、基本動作的なところで気になるとか、あのパーマって別に先にかけ後にかけるっていう法則はないんで、
先に生まれちゃった後から切るみたいな。例えばこれ、例えば加藤がオバマ受けたいんですって言うじゃない。で、ほとんどあなた聞いたくないですよって言ったら、あ、じゃあ先に書きさせてもらって後で着させてもらうしていきましょうかって言ってさ、これ全然、だってこれ巻きたかったら切ったら巻きづらいじゃん。切らないで先に書けちゃう、先に書けちゃって最後にちょっと調節して終わりみたいな感じで OK ですよ。でそういう風にアフターに書くと思っている場合も特にすげえ短い、まあ、うちはイカマがあるから設定みたいに、このくらいの人をクリクリパーマみたいって言ったらこれ巻いてないんだよ。でも先に切ったらさ、もっと短いからもっと強いどんどん難しくなる。難しいことやるって言ってました。簡単に言えばなくて、例えばなんかこういう手差し方がしっかりと伸ばしといたら絶対に乾いちゃうんだよ。本当にちゃんと伸ばしてみる。で、超簡単にやると1ヶ月おきぐらいで買ったことで、まあ、手先のもっと流れるだけのパーマだから2回行ったらだってなくなっちゃう。こうなってたら消えるこうなってたら消えるところが、うん、それがすごい気になった。あのこういう気特にパーマスタイルは、基本動作的に、うん、とか、直近でやるのか、こっちに毛が移っちゃうとか、行きやすいから、直近できるんだったら、こっちから入って、普通に切っちゃうんだったら、このままでも、こっちから入って。こういう体勢ができないと、切らないと、こういう、例えば、こういう、細かい手だと、これ取れてくるような、下の体勢ができないと、こういう、例えばさ、こういう細かい手が取ったら、すぐできないと、できないと、こっちの時も、しっかりと、細かく取ってないと、例えばこう、どんだけ切るんだったらこう、ズドンって言うけど、本当に6年ぐらいって言って、1キロぐらいって言うと、このくらい切ってなくないかかって、はい、ここがこう出るように、もうちょっとこう、細かくいく方法を、ちょっとこうやっていかないと、整える人がこう、バタバタってなって、ちょちょって、ここが短くなって、こうやって回るみたいなのが出てきちゃったら、ある程度は、しっかりこう、細かいトレーニングしているように解説しているというと、あともう一個気になったのが、どうしても俺はそういうふうにやりたいんだっていうのがしょうがないんですけど、例えばこう毛先、ここ全体に見た時にやっぱりこう上は足をすぐ見せるとあんまり軽くしないパーマで立てると、こういうの出してるんで、こういうふうにやってさ、まあ、こうやってこう、根元を突き刺しておいて、何秒か、突き刺して、そこでこう、ボリューム出すっていうことあるんだけど、やればやるほど薄くなっちゃうから、まあ、あんまりやらない方がいいかなって思ったりするんだけど、全体的なバランスで言うと、やっぱここがいいんですよ。で、ここはやっぱ量感取りたいかなと思うと、ブロッキングがすごく細かいんだよ。で、やっぱりさっきこう3ブロックで後ろ出してるんで、ある程度3つに分けて待てば考えるですね。指のここの下、緑、ブロッキングで、まあ厳密に言うとここが下でしょ。で、真ん中の、サイドの真ん中ぐらいから、この辺まで。止めるんであれば、ここからないけど、しっかりと、こういう感じで止めないで、しっかりと途中で、アンダーの部分は、これはもうある程度みんなと取った方がいい。
こうやって脱ぎ入れてる時間もったいないんで、こう取っちゃうけど、こう取っちゃうけど、どっちでもいいんだけど、俺はこういうのが早いと思うけど、脱ぎ入れるんだったら、これ、ここにこう出てくる感じに、ある程度一発目は入れといて、から手先を動かすんですけど、ぼかすところを手で指で持ってると、ぼかしたいところを指でこう持っていると、そこからこうこうやったりとかこうやったりとかして、こう何て言うの、見えないけど、こうなんとなくこう見ていくような感じになるので、手先を見ちゃえば簡単なんです。こういうコードだったし、手先を見ながらやとで、両肩に関しては根元内でこう根元にこう行くっていうのはなかなか難しいんです。このこっちの内側に行ってして全然いいので、この際の場合気持ちが跳んじゃっていいから、セミングがこのグラデーションの状態に入っていくと跳ねちゃって動きづらい。だから、今の広畑がやってる感じでこういう風に出ていったりすると、ここがさ頭皮の角度じゃん、頭皮の角度だし、こうやってグラデーションの形でセミングが入るでしょ。それよりもこうやって入った方が動きづらい、女の子だから、どっちかっていうとハサミがこうやって上から入った方がいいでしょ。こういう感じで。で、後から必要なところがあれば少しこういうふうに突き刺してあげればいいので、両肩が減るじゃん。で、両肩の後に毛先を動かしてあげるか、こういう感じでもいいけど、これどうしても毛先握ってるんで、できれば毛先握らないでこう見ながらこう必要な感じでこう動かしていった方が早いと。もう直接 見えてるから、見えた状態でこうやった方が直接的に分かりやすい、自分の感覚に分かりやすい。で、まずは両肩なんで、両肩をボンって取る、あんま好きたくなくてもアンダーというよりはやっぱりちょっとは両肩取った方がやっぱりいいと思う。でこっちはやっぱ俺もアマチュアだったんです、ベテランだし、こうなってきました、だんだんこう疲れてきた。なんで余計にここがブレム出ないから、こっちちょっと動きやすいってことを考えると、こういう風に出るよりは少しこういう感じで入れた方が動きが出やすい、バカンも出やすい。そうだね、うん、その場合にはこういう風にセミングを入れてくる、こういう風に、うん、女の子内巻きにしたい場合はこうやって入れてくる。で、毛先を質感違う、両肩から、質感っていうのは絶対なんですよ、これ。質感っていうのは絶対で、で質感をぼかすためには毛先なんで、毛先見ながらの方が早いです。見ながらの方が絶対に早いです。これで質感は、両肩はもう根元に入れちゃっていいんで、でもそれでも俺は見たいからこうやって入れるの、見たいんですよ、根元。そうどのくらい減ってるかっていうのをその確認しながら取りたい。あんまりなかった。せっかく来てくれたんで、あんまり触れたくないんだけど、例えばちょっと2本足してみますか。ここメドルセクションあるじゃないですか、メドルセクションってここにちょっと上なんで、ここね、真ん中ぐらいだから、この辺のところで、ここからちょっと薄いじゃないですか。ここがメドルセクションになるんですけども、ここの下の位置って今両肩を少し取った方がいい場所で、で基本はここを持つ、やっぱ耳の後ろって分かんない
っちゃいるじゃん。で、もう見ながら。もう直接的にこう見えるんですよ、目指しの感じで、あとはもう手だけで動かすだけって感じの方が、あの別にこのままやらなくていいから、このままやらなくていいんだけれども、理屈で言うともう簡単だよ。こう、根元を見ながらこう隙間をこう開けていって、隙間をこう開けていって、手先を動かしていけば感じの方が俺は早いし、見たいですよね。こうやってこう見てやってみるじゃなくて、もうこう見てる感じで、どうしても手だけ持っちゃうと見えないんで、上巻取るんだったらこっちで大丈夫。下巻を取るときには手先をこう俺は見たいので、こっちでもこっちでも手先を取って見たいんで、見ながらやった方が早いとは思います。そのちょっと今日まとめると、今日気になるのはその毛先の整えるぐらいの人の毛先の切り方、ハサミの開閉と、この位置、この細かく出たところをこう切る、細かく出たところをこう切るようにしてほしいのと、量感は全然 もっと取れるんだったら全然取っていく。広畑がやってるスタイル見てそんな重いとは思わないんで。取れてると思うし、広畑の後俺1人2人入ってるけど別にちゃんと取れてるんで大丈夫なんだけど、量感が取れないと毛先がどんどんスカスカになってるんですよ。量感が取れないで軽くしようとやっぱ毛先だけが軽くなっちゃうから、どんどん毛先がスカスカになるでしょ。だから量感をある程度こう必要な分はやっぱり取っていかなきゃ、こう見た時に、あ、軽いな、ちょうどいいなっていうぐらいは、これでも俺はここはちょっと重いと思うぐらいなんで、ある程度はあの量感がまず取れる、でその後毛先がボケるだけって考えると、シンプルな、それがベースで、あとはもっと毛先をさ、例えばこうシューって細くしたりとか、さっき言ったようにラインが残りたいとか、ラインが残るって言っても俺が思うにラインがバチって残ってるんじゃなくて、やんわり残ってる厚みが、あの例えばこうさこういうふうにこう、あ、こういうふうにまっすぐの毛がもうジョギジョギっていう風にラインが残ってるんじゃなくて、ある程度ここにラインが残ってるっていう状態じゃないと、ボブを切ると分かるんだけどな、ボブの縮毛矯正とか、ね、鎖骨ぐらいの、なんていうの、鎖骨ぐらいのレイヤーの縮毛矯正とか、一番難しいやつ、このくらいの女の子で縮毛矯正かってまっすぐみたいな感じの、この軽くした毛先とかをぼかすって考えるとすごく分かりやすいんだけど、軽くなってるのに全部ここラインがこうバチーってこう残ってる、バチーって消えないですよラインが。だからでもラインは消してもそこに厚みあるじゃない、だからラインはやっぱ消してほしいです、ある程度。ただ重みは残してほしいんですよ。それがこう量感、重いスタイルだからって重くしていくことになるんですよ、はい、重いスタイルだからこそ質感を結構しっかりとって毛先の厚みは残すっていう、でその残す時にも毛先がこうパチッてこうラインが残っているんじゃなくて、こうそこに厚みが残ってるっていう感じの残り方をしないとやっぱり動かない。すげえ量感だけ取って、もう例えばこれでさ、毛先がこれですごく軽さ出ててちょうどいいじゃんと思っても、例えばこうやってやってパチーンって毛先が揃ってたらやっぱり動かないです。めちゃくちゃ重いです。そうなんですよ。だから
こういうところも例えばラインが残したくてもぼかしてるんだけどもここに厚みがあるっていう感じにしてもらう。これな気になるよな。これ取りてー取りてー、ここでもなんかこれでもこれさ、これはこれはラインが残って、まあ、これだったらライン残ってないって言うんだろうな。なんかライン残って上が軽いからラインが残った感じに見えるよね、うん、まあ、ちょっとこう、もうこれもこうやってやってこうやってやるよりはもうこのままこう見た感じでこう取っちゃった方がちょうどいいところで終わる。じゃあ向こうやって俺はこのくらいでいいと思うんだけど、どうこれ見えてないです。見えなきゃやばくない。やばいっす。あ、はい、大丈夫かよ。こっち残ってる。こっちは残ってる。右に比べると。あ、こっちそうだよね。やっぱ後ろ流れちゃうからね。うん、もうそういう方が分かりやすいです。これをわざわざこうつまんで、こういうふうにこうやるより、もう直接的にこう見て、こういうふうにやってあげた方が、そこがちょっと気になる。やっぱこう腰取りたいところは見たんです。見ながらやってます。例えばさ、こういう毛先とかさ、前髪ってこう下ろしてますっつって、まあ下ろす時もありますよって言われるとするじゃん。したらさ、全部こうせっかくこう繋げたけど、ちょっと前髪ちょっと邪魔だなみたいな感じの時に、こういう前髪ってさ、こう切るのってこうパサパサじゃん今。パサパサでこうやって切るのとか、俺は切れるんだけど。消えないと思う。こういうのもちゃんとしっかりこう取って、しっかりこういうふうに開閉して取れるようにしていかないと、こうチョキンだとやっぱり消えない。しっかりウエットして細かくこういうふうに取っていかないと取れないですね。この時に一番気にしてほしいのが、例えば前髪を下ろすバージョンでこっちにこう行く場合はもうこっちが長くなったらもうアウト。こうなったらアウト。だから、流した状態で伸ばしてると思うんですけど、俺は言うてこうちゃんと言う、これってやっぱりちゃんと伝えた方がいいです。例えば、加藤さんいつも前髪を下ろしてるじゃないですかって。で、こっちにこう絶対流れると、ここちょっとこう癖があるんで、こっちは行かないんだけど、逆にこっちにこう流してるじゃないですかって。その時にバランスがいいのは少しこうなってるの。要はこっちがライフビーサイドで重い方なんだけど、重い方が手の長い方がスッと伸びるっていう。こっちがどうしても言っても逆に長くなりやすいんですよ。こうやってこう重くないですか、こうやって。これちょっと上げたいんですけど、ちょっとやっておきますね。そうすると左右のバランスがすごく良くなって、自分だったらこうふわって、はい俺みたいな感じでできるので、そういう風にやらせてもらっていいですかって言って、だから自分でこうやって引っ張ると、ちょっとこうなってるんですけど、そっちの方がバランスいいです。で、僕の場合もって言うんですよ。この場合もこっちに流れてるんで、こっちの方が若干短くしてるんですよって。そうする で鏡で見るとちょうどいい感じになるんですよ。ほらって言って、ほら、このくらい違うんですよって。ぐらい言ったら、もう、あ、この子大丈夫だって思われるんですよ。絶対そういう情報とかっていうのは、小出しに話さなくていいんです。話さなくて、話すとお前バカバレるから。話さなくていいけれど、必要なことはやっぱり言わないとダメですよ。こういうことって、こういうのってさ、あの人がやってもらうとバランスがいいっていうのはやっぱり説明できない。感覚でバランス良くなってると。センスがいいのはセンスがいいのは見れば分かるんですよ。だけどそれがこう理屈がつけられるから大丈夫。でそれが説明できるってことで、そこがよくバランスいいのはこうなってる感じがバランス良くて、ちょっとこっちをこう振ってあげてあげると左右バランスすぐ整うので、ちょっとここ厚み取らせてもらいますねって言うと、あ、なるほどって、僕もそうなってるんですよねって、うん、俺みたいに髪の毛ないといけないけど髪の毛あるんだからちゃんと言った方がいいですよ、はい、だからもう極端なこと言うと、ちょっとこう僕の場合こっちが短い方がバランスがいいんですよねって、うん、話をしてあげる。だからこっちが
ちょっと加藤さんが重いんで、ちょっとこっち、ちょっと若干指1本分ぐらいこっちは上げさせてもらいますっていうことですね。で、軽くするのも耳の後ろって一番やっぱりこう正面から見ても重く感じるんで、ここら辺はしっかり軽さ出すんでって、うん、こういうところとか、特に、なんかさ、キサキって出てくるじゃん、こうやって多分、こうやってやりてとか言ってたじゃん、この人、こうやってやりてって言ってたじゃん。こうやって絶対出てるから、絶対正面でこういうふうに確認した方がいいですよ、こうやって。そうそう、長さと重さと、そしたら俺ここ気になるから、ここは取った方がいいかなって思うから、毛先こう、そういう時にちょっと、とかやると、でここねじってセンディング入れてるんで、多分こうすごく動きやすいですねとか言っちゃうんですよね。俺口うまいわけじゃないからね。なんかやってそうな感じするじゃないですか。ここってここら辺ってやっぱりすごく重さ感じるんですよ。ちょっと。ツイストセリーですと。バカだと思ってるでしょ。大事なんですよ。すごく大事なの。だってベテランだから上手い人にやってもらいたいんで。ツイストセンニングって言われたらなんかすごそうだよね。ちゃんと言われた方がいい。古畑くんがこうツイストセンニングしてくれてるから、こうワックスやるときにすごい動きやすいんだって思うじゃないですか。すごくそういう一個一個のやっぱ必要なところは調べた方がいいです。コロナウイルスの話とかしちゃダメだよ。バカバレちゃう。俺もバレちゃうんだ、話すと。会社の仕組みの話とかされるともう全然わかんないよね。課長とか部長とかね。全然わかんないよね。誰が偉いのかわかる？社長の次誰？わかんないでしょ。専務だって。社長じゃない。わかもうわかんないでしょ。です。3219最後までご視聴ありがとうございました。動画良いと思ったら高評価のグッドマーク、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。また見てね。